ちは。こんにちは。こんにちは。なんだね、その。お前なんか時々変わってるよな。バリエーション。バリエーション。もうそういうところでしかもう見出せないんだよ。はい、まあ、プロ野球一周目が終わったんですよね。そうですね。一周目、まあ、10日ぐらいですか。まあ、1週目というか、はい、3カード終わって3カードまた新しいカードになる、はい、この1週間で全部のカードと当たるという。なるほど、そうですね。卓球だ、はい、はい、まあ一回りするという大事な週だよね。大事ですね、これは。ということで、まあ、この1週間、はい、まあ、どういう風になっていくのかという、うん、展望をですね、はい、日高さんに聞いていこうじゃないかと、はい、まずね、中日巨人、はい、阪神 DeNA、はい、広島ヤクルト、はい、セ・リーグですね、うん、西武楽天、はい、ロッテオリックス、はい、でソフトバンク、日本ハムが当たるんだよね、はい、で、まあ順に言うとさ、ちょっと巨人が調子を落としてきてるかなっていう感じがして、はい、名古屋ドームでやるんだよね、はい、で、今までその巨人っていうのはさ、ホームランでババーンと勝ってきたじゃない、はい、で、名古屋ドームって一番出にくい球場だから、うん、で、そういう意味では山口と大野投手ですね、はい、投げるけど、これなんか中日が行きそうな感じがするんだよね。おお、よしよしよし、中さんお願いします。中日が、はい、うん、なんか中日がなんかすごく有利なような気がする。おお、なるほど。で、厳しい戦いもやってるから、はい、だから中日がなんかここら辺は巨人がちょっと苦しみそうな感じがする。次、阪神、横浜、はい、DeNA、ね、DeNA、これ甲子園でやるんだよ、はい、で甲子園でやる DeNA 戦って阪神意外と得意なんだよ、うん、この前の広島の3連戦目にちょっと打線が機能し始めたり、うん、はい、だからそういった意味ではすごく阪神有利かなという、はい、DeNA 上茶谷選手ですね、ですね、そうなんだよ、はい、上茶谷が勝たさなきゃいけない、そうですね、ここはガルシア投手、ガルシアと上茶谷、はい、いやでもこれ阪神がなんかちょっと有利なのような気がするな。あ、甲子園一発目でしょ、はい、今年、はい、ちょっと気持ちが変わってくるかなって阪神の、ね、まあそうですね、で上茶谷もこの前いいピッチングしてるんだけど、はい、勝てなかったよね。勝たしてやらなきゃいけなかった、ね、確かにそこですよね。だからそこら辺のストレスが上茶谷になければいいけどね。まあいい勝負すると思う、うん、ドラミちゃんじゃないけど占ってるけどねまあこの流れを組んでるからね、いいです、いいです、広島ヤクルト、広島とヤクルト、はい、ジョンソンと、はい、ハラジュリーとですね、本当に良かったからね、はい、いいですよね、上茶谷のと投げ合ったけど、はい、まあ、ジョンソン次第だとは思うけど、うん、広島の状態があまりにも良くないから、なるほど、やっぱこのクリーンアップのこの5番のところ、うん、でヤクルトはさ結構あの打ってきてるじゃない、はい、だからそこら辺ではヤクルトが有利かなっていう気がするよね。これはもうジョンソン次第だけどね、うん、ジョンソンがある程度抑えたら、はい、まあ、原もおそらく失点はすると思うんで、はい、まあ、打線の勝負になったら今の状態ではヤクルトになってくるけど、ジョンソンがなんかここら辺でピシャッといきそうな気はするんだけどね、セーブなくて、はい、まあ、水分の状態は良くなってきたよ、うん、でも金島っていうのはすごくこう抜くボールが得意なの、はい、ここら辺に引っかからないようにしておかないと、楽天のバッター陣がいいから、はい、だからちょっとここら辺は楽天有利かもわからない。で、ロッテ、オリックス、はい、涌井投手とアルバース投手ですね。ああ、いいからな、涌井っすよ。涌井がこの前ピリッとしなかったもんね、そろそろピリッとしてもらわないとさ、やっぱロッテの攻撃陣っていうのを見るとさ、はいはい、ある程度抑えたら勝ち星拾えるよ。そうですね、全然打ってますしね、うん、どこでやる？これが、ZOZO マリンズ。そうでしょ、はい、なんでもういや、本気はまた出るかもわからない。そうですね、だからここら辺はロッテかな、はい、ここはで、ソフトバンク対日ハムですね。だって誰？東山投手と上原投手ですね、はい、これもまたショートかな、上原って。あ、そんな感じしますよね、左のなんか貫いてほしいですけどね、うん、日ハムにはこのまあ、毎試合毎試合ということではないと思うんだけどさ、はい、そうだなぁ、やっぱソフトバンク有利かな、これ。日ハムがちょっと落ちてるよね、運気は悪いわ。まだチームがちょっと落ち着いてない感じですね。抑えもちょっと崩壊気味だしね、はい、この前。こう柳田選手が活躍しちゃうっていうところも大きいかもしれないですね。だからまあ一つのポイントにはなるけどね。なるかですね。だからまあ2戦目以降もこの流れというのはまた中日がここでは有利でいい。はい。甲子園では阪神が有利、はい、広島ヤクルト、松田、流れ的にはやっぱりヤクルトがちょっといいかなと思う。おー、はい、西武、楽天、はい、ここはね、本当にいい勝負だと思うよ。おー、いい勝負だけど、やっぱ岸、則本がいない時に、はい、楽天には勝っときたいですね、西武的には。
そうですね、生理的にね、はい、でロッテとオリックス、やっぱロッテの方がなんかちょっと有利なような気がするな。そうですね、まあ、ただ空中戦になりそうですね。ただオリックスはピッチャーいいからね、だから空中戦に持っていけるかどうかがポイントだと思うんだけど、はい、なんか持っていきそうな気がする。おでソフトバンクと日本ハム、はい、やっぱ日本ハムは悪い流れを止めれるかどうかだよね。やっぱ柳田抜けたといえさ、はい、やっぱ打線はつながってくると思うよ、ソフトバンク、はい、だからここら辺はやっぱ日本ハムの踏ん張り、うん、頑張り、まあ、そういうのを期待したいと思います、ね、はい、で次のカード巨人ヤクルト、ね、はい、巨人ヤクルトはやっぱここら辺から、はい、まあ、これ金曜日でしょ。これ金曜ですね。だからこれ素直がやるんだよね、多分金曜日は、うん、これ開幕投手がずらっと並ぶような感じでいけば、はい、やっぱ巨人の有利、はい、巨人が流れを掴んで、うん、まあ、ヤクルトを2勝1敗ぐらい、うん、で倒すかなという DeNA 対広島、はい、まあ、ここ大瀬良対今永だよね、うん、今永のあの状態を広島の今の状態、はい、打線の状態だとなかなか点取れないと思う。菅野をポンポーンと連発してるよね、はい、外と通用が、はい、だからそれ考えるとやっぱ大瀬良もちょっと打たれる可能性がある。だからここら辺は DeNA が有利かな、この3連戦、阪神と中日、中日甲子園、はい、メッセンジャー対佐々木さん、いい勝負だな打てるかどうかなんだよ。で、はい、甲子園だと打てないんだよね、なかなか。昨年から甲子園で阪神打線が爆発しないんだよ。横浜とか来たらめっちゃ打つんだけどさ、確かに甲子園だと打てないということがあるとすると、はい、まあ、中日有利かな、やっぱり。まあその前に DeNA と戦うじゃない、はい、でもなんかこう新鮮味があって甲子園に戻ってきたという、はい、うん、まあ、そういうのがあって甲子園、あの阪神が有利かなと思うんだけど、まあ、中日戦になるとさ、うん、ちょっと中日が有利かなっていう気がする。あら、はい、で日本ハムロッテ、はい、ススキノでロッテの選手が遊ばなかったらいいな。いや、 やっぱね、はい、札幌ってやっぱ特別なチームみたいなことがあるじゃない。まあ結構遊ぶとこありますからね。やっぱなんかこう気が緩んじゃうから、はい、だからそういった意味では、はい、なんか危険ですか、これはちょっと悪い雰囲気を、はい、まあ噂投げるし、はい、そうですね、だからそういった意味では広い球場だし、札幌ドームって、はい、まあ、日本ハムがなんかこうリズムを徐々につかみつつあるかなと思う。でも遊んだ方が負けという。まあ、日本ハムの選手は遊べないからさ。あ、そうか、買われちゃって。何言われるか分かんない。でもレアード選手はもう、それはもう行きますよね。確かにね。寿司屋を空海に行くと。空海に行きますね。楽天楽天ソフトバンク。どこ楽天生命パーク。あ、名前変わったんだ。俺がそうなんですかね、仙台の。まだ寒いぞ、お前。まだ全然、まだ寒い、全然春来てないですからね。これ泣いたの、いやー、寒い寒い。これ楽天有利だよ。でも慣れって大切だろ。確かにそうですよね。戦い方を知ってますからね。ここはね、楽天有利だろ。おこのソフトバンクに勝って、俺はもうデスパイね、ずっと半袖で行くんですか、ね、いやー、そこはいけないと思うよ。いけないっすかね。でも内川はもう、やっぱちょっと休ました方がいいかもね。おお、怪我するかも。あ、確かに怖いっすね、ちょっとね、寒い時は。だから楽天有利、はい、で、西武とオリックスですね、メットライフ。難しいな難しいっすよね、もう山岡いいんだよ。あ、いいですね。山岡と田田を比べたらやっぱり山岡の方が今年は安定してる、はい、それ考えると初戦に関してはオリックスが有利かな。あ、だけどこの3連戦を見た時には西武がなんか勝ち越すような気がする。まあ以上で、はい、ちょっとざっと予想をしてみましたけど、はい、何の根拠もないんだよ。タロットがないです。ドラムちゃんに対抗心持ってますよ。ちょっとトランプ占いしてみようかな。そうそう、トランプ占い。こうやって引いて数字が大きい方が勝つ。どうや。まあ、なんか運任せみたいなやつですね。いや、いや、もうあれじゃないですか。でこれは俺のこの頭にある情報とか、そういうこう背景だとか、まあ例えば寒いだとか、そういう背景だとかを考えての今予想しました。今までの経験を踏まえて、山岡さんの。はい。じゃあその今までの概念を覆して、はい、トランプで、はい、これでこの結果に高田になったら色んなもん持ってみましょう。トランプとかそういうルーレットみたいなのがね、もう AI ロボット買ってこうかな。どっちか勝つダーツとかでもいいかもしれない。他力っすね、他力、どっちが勝つみたいな。そういうのありっす。
あるよね。まあそういうことだね。はい、そういう楽しみ、まあ、楽しみしてください。そうですね、どうなるか。はい。はい。